日本はチャチャ、日本はチャチャ。
私たち新日本おちゃちゃです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけでリーダー祭、ここからは日本おちゃちゃが盛り上げたいと思うんですけれども、はい、日本おちゃちゃとしても初めての大学の文化祭ということで、はいはい、まあ、今日ね、本当に初めて見てくださる方、今パンフレットね見て名前確認してくださってありがとうございます。ありがとうございます。初めて見る方多いと思いますね。ちょっとだけ自己紹介させてください。はい、私たち日本おちゃちゃは、こちらの36歳のおじさん DJ を筆頭に、もともと大阪で、今東京活動拠点に活動するアイドルグループなんですけれども、はい、アイドルライブと同じぐらいに YouTube にも力を入れてるグループでございます。はい、でね、今も写真動画撮影どっちも OK なんですけれども、ね、ちょっといやらしそうなおじさんたちがこの前で撮ってくださってるこの文化祭でローアップやるな大学のスタッフの方が、かなり比較的に下から撮ってくださってる方がいるんですけど、大丈夫でしょうかって確認あったよ。小丸さん、でも偉いもんで私たち慣れてるんで大丈夫です、まあ、でも本当にこのローアングラーと言われる方々のためでね、上げた動画で YouTube バズったりとかね、今最も勢いがあると自分らだけで思ってるグループです。初めて大学の文化祭、特にメンバーほとんどがその大学という土地に初めて足踏み入れたんですけど、いや、ちょっと待ってよ、はい、私一応現役大学生で、はいはい、私大学4年生なんですよ、今年ですね。そうで、私今年の学祭、まあ、こうフランクフルト焼いたりとか、うん、それぞれサークルとかゼミとかが出してるじゃないですか、はい、でうちのゼミも毎年ああいう食事系のやつやってるんですよ、私今年呼ばれませんでした。嫌われてるやん。まだでも大学行ってるだけいいやん。こちらの紫渡辺リリー、見た目通り小学校で終わってますからね。小学校まで行きました。高校半年で辞めただけです。でもさ、ちょっとだけ学校ちょっと回ったけど、はい、何ここ、何が最高の居酒屋じゃない。見ました、値段、ラインナップがね、そう、ほぼ200円、300円、ビール欲しなるよね。ほらほらほら、野球、野球部、あんなチャラい野球ボール、坊主にしてこい、今すぐ。他の部下宣伝したい部活さんとかいますか、大丈夫ですか。いや、でもお酒がないって聞きました、先ほど。大丈夫だからね。多すぎません。じゃ、見てくれてるのがね、野球のブーの豚汁ということで、このライブやったらみんなでね、乾杯しましょう。はい、じゃあもうちょっとね、時代戦さらに盛り上げれるように、日本人が最高のライブしますので、皆さんここから付き合ってくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは2曲続けて聴いてください。騒げ、うわ、ちょっとピーポー、ついてない。
く人の変な人ばっか音でかいし暗いし陰気臭いオタクの集まり一体どこがそんなに面白いの誰かさんに当たりされていても最下位なんて誰にも分かりやしないものだから好きにしようよ私のライブに遊びにおいで一生楽しもう悲しいこと腹立つことなんて忘れてたくさん会いに来てねみんなで一緒にライブに遊びに来れば明日は晴れるよ辛いこと苦しいこと全部忘れて騒ぎまくればいいよ私のライブに遊びにおいで一緒に踊ろう何にもいらないあなた笑顔ならば次の曲はですね、アイドル文化といえばいわゆるミックスというものがあるんですけども、タイガー、ファイバー、サイバー、ダイバー、みんな聞いたことありませんか？そういうアイドルミックスを、全てこの歌に詰め込んだ曲となっております。よかったら皆さん一緒に行ってみようしや。胸の中で騒ぎ騒ぎ、騒ぎ倒してください倒してください。それでは次の曲聴いてください。コール最後まで言えるかな。来た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 湧いてきた。ファイヤーファイヤー
ですか。2番のサビにですね、はいはい、本当はおたげをするっていう演出があるんですけど、はいはい、滑っちゃいましたね。ちょっとね、ちょっとね、ちょっとステージ雨でね、滑りますからね。まあ、そういうこともあるよな。まあ、やっぱだから完璧なおたげ見たかったら金払ってください。そうですね。でもヤクレちゃん、ちっちゃい子が可愛い言ってくれてるよ。あ、よかったね、ありがとうって。あ、ちょっと嫌そうやわ。嫌かな。はい、ということで2分を当てた次で最後の曲になります。最後の曲は皆さんサビでよかったら一緒に手を挙げてください。私たちの思いのこもった曲になってます。聴いてください。君とクエスト。この後